そういうところで外でのんびりこう佇んでるバックにこう桜が映ってるというんですかね、そういうのがものすごくこうタンタンには一番似合ってたというか。3月31日に亡くなったんですけど、その次の日4月1日に桜の開花が、神戸の桜が咲きましたっていう開花宣言がありましてね、ちょうどそのタンタンが旅立っていくのと合わせて今年も桜が咲きましたっていうね、そういう話になったんですよ。まあネット上なんかでもファンの方がなんかそういう、まあ、桜咲いてよかったねとかいうメッセージがね、でやっぱり そこがものすごくこうつながってるんですよね、そのタンタンとその桜っていうのがね。1995年に阪神・淡路大震災が起こったんですね。それで2000年にタンタンが来てくれたっていうので、まだその震災の傷が残ってる町とか市民の心にもそういう痛みが残ってる時期ですけど、そこにやっぱりこう中国からジャイアントパンダが2頭来てくれるっていうことに対するその市民の歓迎ぶりというか、歓迎というよりも熱狂と言ってもいいと思うんですけど、そういう感じでした。大歓と言いますかね、やっぱりこう市民の心にこう火を灯すと言いますか。これは多分ずっと変わらないんだと思いますけど、キュッとこう顔が引き締まった時にこうここが上がるんですよね、タンタンって。それがいつもなんかこう笑顔な、そんな存在だったんじゃないですかね。その手足がちょっと短いのがチャームポイントといいますかね、はい、元気な時からそうなんですけど、やっぱりちょっとこう動きがこう品があるといいますかね、おっとりしてるというか、そんなところもやっぱりこうファンの方にはそういうお嬢様っていう、こう呼ばせるようなこう振る舞いっていうのを言うんです。で誕生日が9月の16日なんですけれども、その時にその誕生日のこうプレゼントみたいなのをこう渡したりするんですけど、そういうのが、いつも恒例行事になってまして、考えて、毎年違うものをこう、はい、出してますね、はい、そういう誕生日にはやっぱり特別な気持ちで特別なものをやっぱり出してたっていうか、はい、そういう、もう気持ちの表れですよね。コロナでちょっとお客さんに、来ていただけない時期もあったんですけど、それが、明けてというか、お客様にも一緒にしていただくというような、お客様といいますか、例えば大阪の総領事館の摂総領事ですね、プレゼントなんかを持ってきていただいたりしたこともあるんですけど、病気でなかなかこうその時もすでにもう心臓病が分かってましたので、病気の治療をしてたんですけど、非常にやっぱりこう動きが良くなるんですよね。その不思議なことがあるんですね。やっぱりこう同じ国の方っていうのが分かるのかなとか、不思議なことで、はい、高齢ということもあって、弱ってるところもあるんですけど、そうやってこう中国の方が来られたら、ちょっとやっぱりこう お愛想するというわけじゃないんでしょうけども、元気になるというところが不思議な感じで良かったですね、はい。まずはそのタンタンファーストっていう考え方ですね。タンタンが
自分の過ごしやすいように過ごしていく中で、まあ、検査をしたり、まあ、その治療をしたりする時間というのを見つけて取り組んでいくと、タンタンの行動に合わせてというんですかね、まあ、動きたい時に動いて寝たい時に寝てもらってっていう中で検査をする時間を取ったりとかいうことをしましたので、飼育員が、まあ、直接担当してるのが2名ですけど、それと関連する職員も合わせて5名ですね。それから、医療系 の, 職員、獣医療を行う検査とか、それから治療ですね、それを行うスタッフが、8人、はい、いうことです、はい。そうですね、今は中国から楊先生がジャイアントパンダ保護研究センターから来られてまして、楊先生の前にも前が川先生、その前が王先生という形で来られてましたんで、まあ、その中国側の、先生も入れると、まあ、14名になるのか。我是从今年2月26日然后到达神户王子动物园开始直接从事爽爽的治疗工作，但是熊猫中心是从2022年开始，一共是五批六人次，就是长期有我们的工作人员在这里驻守。その高齢のパンダのこれだけこうその 長きにわたるその心臓病の治療というケースがやはりまあ中国でもそんなにないのかなというふうに思ってまして、まあ、今回その3年間続けてきたその治療方法ですとか、その治療の中のその過程ですとかね、まあ、そういうものはまあ、随時中国とも情報共有したり記録も残してますので、まあ、今後、まあ、同じようなこう症例といいますかそういうのが出た時にも必ず役立つんじゃないかなという、まあ、そういう知見が得られたという意味ではものすごくこう意味があったんじゃないかなというふうに思います。因为老年大熊猫和成年个体相对比的话大多数的时间是处于一种亚健康的状态和一种患病的状态，但是随着年龄的不断增大就会出现单一病症的加重，同时也可能会出现多器官出现病症这种状态，爽爽就是处于这个状态。中国にそのまあ、あることわざで私聞いたことあるんですけど、やっぱり老後晩年は生まれたところに帰るっていうような言葉があるらしいっていうのを聞いたことがありましてね。で、まあ、タンタン、まあ、神戸に来てくれてももうタンタンの一生のもうほとんどを神戸で過ごしてくれてるんですけども、一回その、まあ、中国に帰ることは決まりましたけど、まあ、2000年に返還する予定が伸びてきてたんですけど、まあ、その時すでに新型コロナウイルスの感染拡大期でしたんで、なので、まあ、そういう理由で、まあ、延期したと、まあ、そういう中で、まあ、タンタンのその心臓病が、まあ、判明したということがあって、まあ、そういう複合的な理由で、まあ、延期されてきたというのが経緯ですね。もらう方は嬉しいんですけども、タンタンはどっちだったんかな、その中国の方に帰りたかったのか、いや神戸に住んでて最後まで神戸に住めて、どっちか選ばれへんのか、どっちも好きやって言ってもらえるのか、そこが最後聞きたかったですね。はい、寿终正寝它其实有两个方面的意思，第一个是指高寿，就是年纪大，第二个那个正寝是指那个正事，就是代指良好的医疗资源和护理资源。所以说一般就是像年纪比较大的，就是想能够享受优质的照顾的那种大熊猫去世，我们就可以认为是寿终正寝。像爽爽符合这个标准。嗯，符
小学生かな、3年生の12月。最後は自分の故郷に帰りたかったと思うけど、うん、神戸もいいとこなんで安らかに安心して眠ってください。と今まですごく可愛い姿をたくさん見せてくれて、そして治療もすごく頑張ってお疲れ様でしたっていう気持ちでした。はい、と言わない、かけがえのない存在でした。これからも尊敬しています。たくさん頑張ってくれたので、ゆっくり休んでほしいのと、これからもずっと大好きです。お疲れ様でしたっていうことだけです。ゆっくり休んでください。今年の桜も見せてあげたかったなって思って持ってきました。はい。